どうもこんにちは、映画監督の今関明義です。今回私の映画レンレンドーファーを選んでいただき本当にありがとうございます。今回本当に残念なことは一つ、私がそちらにお伺いできない、行かれないことです。しかし僕のこのレンレンドーファーという映画を見ていただいて、少しでも心が柔らかく優しくほっこりとした気持ちになってくれたら嬉しいです。台湾で親子、まあ、血がつながらない親子なんですが、その娘とお母さんが旅をする物語です。ぜひロシアの地でこの柔らかな旅の物語を楽しんでいただけたらと思います。レンレンドーファをこれからご覧になる皆さん、こんにちは。主人公のナオを演じた本浦セリナです。レンレンドーファは台湾の美味しいスイーツとともに台湾を旅する、心温まる、そして心のポケットにしまっておきたくなるような優しくて可愛い映画です。きっと皆さんも映画を見終わった頃にはお腹が空いてるんじゃないかなって思います。それではナオと一緒に台湾を旅するような気持ちになってご覧いただければなと思います。では本浦セリナでした。プリビエ、イエハコオシマ、皆さんこんにちは、大島ハコです。今回はアムールの秋映画祭でレンレンドーファが上映されるということをとても嬉しく思います。本来ならそちらに伺って皆さんにお会いしてご挨拶したかったんですけど、それが叶いませんでした。とても残念です。でもまあ映画祭は来年も再来年も続くので、いつか行けるように頑張りたいと思います。今準備中なんですが、日本とロシアの合作映画都市造の刀にも出演しているので、そちらで行けたら嬉しいなと思います。でまた今関監督ともタッグを組んで新しい作品ができてお伺いできればリベンジできればいいなと思っています。まだまだ大変ですが、皆さんお体に気をつけて、台湾にこの映画を見て台湾に行った気持ちになっていただければ嬉しいと思います。どうもありがとうございました。大島ハコでした。スパシーバー。